音楽を見るラジオ JP.JP おふくろさんかおふくろさんていうかさ、ジョップくんの顔はさ、喋ってる、うん、私とキホちゃんしか見えてへんやん。ラジオの皆さん今ちゃんとね、新一さん的な顔してるよ、ジョップくんは。違うんですよ、聞いてください。はい、この JP.JP、はい、この回で、はい、第30回目です。イエーイ、すごいことですよ、30回。ダンダランダダン、ダンダラン。あれだからね、年末特番とか、うん、あのライブのやつとかものけての感じですからね。実質30回目でもって、すげー、30回記念スペシャル、イエイイエイ、キモとずっと一緒だよのコーナー、イエイイエイ、コーナーっていうか、まあ30回ということなんで、振り返りつつね、うん、祝おうじゃないか、うちは祝いをしようじゃないかという。いいね。なんかさ、私、うん、あのキホちゃんが曲紹介してトミーヘブンリーが言えへんかった時の回が大好きです。ありますな、トミーヘブリー、なんかトミーヘブリーとか第5テイクぐらいで言うてありましたね。トミーヘブンリー言える？トミーヘブンリー、あー、成長した。成長したな、成長したな。まあちょいちょい喋るようにもなってきてね。そうで、ジョップくんがお休みの回にはこの前頑張ったもんな。頑張りました。でもジョップくんって大事って気づいてた。 ありがとう、それはね、かなり。まあそうですよ、みんなも突っ込んでるだけではないということね。ないね、うん、思っていただければ。はい、けどマイクも落ちてね。マイクも落ちるし、もうお菓子食べたい言うて、やっとお菓子買ってきて、ちょっと今パワーが出てきた。ムースポッキー、おいしい、おいしい。そう、ジャガビーをちょっとこう宣伝しようよ、このジャガビー。これがね、ほんと美味しい。もう全然出て結構経ってるんですけど、うんうん、これがね、北海道のポックルと同じ味がする。ジャガポックルね、ジャガポックル、1日100個限定のジャガポックル、美味しいね。うん、美味しい。うん、それもっとでっかい袋で食べたいっていう思ってるんですよ、僕は。絶対吹きでもんできるわ。カルビーさん、お願いします。ジャガビーのでっかい袋のやつをお願いします。お願いします。ね、さ あそんなほわんとした春モードの中、うん、都知事選も無事終わりまして、うん、JP さんもコーラを飲みまして、はい、メールアドレスを言うときましょうか。はい、 jp@sims.co.jp です。あのね、前々回ぐらいから、うん、某三日崎氏が頑張ってくれているトラックバックのおかげで、うん、ちょいちょいアクセスが増えてきたの。イエーイ、ありがとう。頑張れアクセス5000件、見てくれました。頑張れアクセス5000件、5000件いきますか。えこ、あの、ね、1回でも見てくれた人、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一回来てください。もう一回来てください。そしてラジオをお聞きの皆さん、うん、ぜひ JP.JP で検索して、うん、ウェブテレビへどうぞ。見てくださいね、これは本当に映像で見てなんぼみたいなのがあるんで、うん、本当に。はい、もうすぐのポッドキャストにも入るらしいので、ね、ポッドキャストも今あれね、 YouTube で再生するようにしたのが良かったですね、三日崎さんね。本当に見やすくなりまして、面白いな、最近あの YouTube もな、もう政見放送がなんかむちゃむちゃにされてるって大変だったんですよ、これ。普通政見放送って大丈夫、なんか政治家の人が出てきて、私はこういうのを目指しますみたいな、あれを YouTube でなんか吹き替えとか字幕とかで遊ばれちゃって、だけどもうどうしようもないと、海外のサイトやから、うん、問題になってましたけどね。すげえな、そんなことしてんの。そうそうそう、最近まだそういうネットのね、モラル的なものがね。ちょっとあれ知ってる？セカンドライフ。何セカンドライフ？セカンドライフって知ってる？わかんない。セカンドライフっていう単語自体は知ってますけど、何ですか？セカンドライフっていうネット上のバーチャルの第二の自分のセカンドライフっていう意味やねんけど、うん、これ私今三日崎にもちょっとおすすめしたいねんけどな、うん、あの、まあ、要するに自分のキャラクターをその次元のセカンドライフという中で作るわけ、うんうんうん、なるほど。でもそれはリアルの世界とちょっとリンクしてて、うん、要するにこのバーチャルなんていうの、ロールプレイングゲームみたいに自分がゲームの中の自分が歩くとするやん、うん、で街やねんけど、うん、誰かに出会うとするやん、うん、で「はい」って声をかけるとすると、うん、その人がもし答えてきたら、うん、その人も誰かにね、どっかの実物している
実在してる誰かなので、バーチャル世界の中で会える、そう、バーチャル世界の中でどこの国かの誰かで、その人とハローっつってチャットを始めることもできるわけ。すごい。でその世界自体に、うん、あのお店もあるんな、うん、例えばウサギの着ぐるみをこの子に着せてあげようと、うん、で今それがそのちょっと今セカンドライフの中で流行ってるらしいねんけど、うん、そのお店に行くやん、うん、でウサギのぬいぐるみを着るとウサギなんねんけど、ほんまに、うん、で例えばそのバーチャルの中の自分は空も飛べたりとか、うん、でもそのお店を開いてる人はじゃあ誰かというと、うん、お店を開いてる人も同じように中に入ってきた人が、お店をやってる人、お店を開くねんけど、お店を開くためにはそのバーチャルの中の土地を買ってんねん、みんな。あ、そう、一坪、え、それ本当の現金じゃなくて、現金やねん、そのただ通貨がちょっとにあの国語違うねんけど、ね、そのバーチャルの世界の中の通貨があって、うん、だいたいまあ一区画大きなお店を建てようと思ったら20万ぐらい、だけどそれを今日本人の大きな、うん、あのベンチャー企業の社長がすごい広大な土地を500万分買って、うん、で一区画、例えば一区画1ヶ月1500円とか1000円で リースしてるな、なるほどなるほど、だから不動産屋さんみたいなことをしてて、うん、その人が勝手に渋谷池袋とか山手線の名前をつけたわけ、うん、でそこを借りた人たちがみんな渋谷に109を建てたりとか勝手にもうその渋谷東京の街ができてきてんねんけど、その例えば日産とかトヨタとかもその中に参入してて、うん、日産のお店に行くと、うん、日産と同じ車の車名とか、うん、同じ形の車に乗ってゲームができるみたいな、うん、ちゃんと宣伝効果があったりとかして、うん、その中で儲けたお金をちゃんと返還できるから、うん、あ、自分で